格。今日のロゼミ様は絶好調ね。反応が早く、タイミングも申し分ない、攻めも早い。焦ってはいくない、そうでなければ私の優位性を、すぐに失われる。互角。二人とも強力なスキルを、発揮。二人ともミスプレイを犯す。私たちはユートラ。とはいうものの、最後に、勝利者は一人である。マッチポイント。ローズバドズの皆さん、絶対にがっかりさせません。このポイントを取れば、フィナーナの勝ちとなる。一歩間違えれば、もう戻れない。今は確かにプレッシャーを感じているが、カムバックはありえない話ではない。フィナーナは受け身で、私はそれを活かすることができる。ロゼミ様のスイッチは再構成されていない。動きが素早いので、めちゃくちゃ早い攻撃ができる。しかし、同時に不安定でもあり、ミスを犯しやすい。フィナーナのセッティングでは、ヒットを打つためにもっとスイングする必要がある。ここ数点、リザードのおかげで、フィナーナはドロップショットを多用するようになった。もっと動かしてあげたい。我慢比べで私の勝つ。チャンスは必ず来る、ただ辛抱するしかない。ロゼミ様の攻撃は本当に、効果的で、いとも簡単にスマッシュした。ノリが許せない。やべ。両選手ともほとんど火の打ちどころのないラリーで、小さなミスが大きな音になる。来るぞ。そのショット。やるじゃん。ロゼミスペシャル。そんな、返り討ちにあった。プレッシャーに負けず、冷静沈気に対応する。反動を吸収するように、後ろに下がった。なんか、まさに模範的な技術。でも、どうせ無駄なこと。あんなに弱いリターンなら、もう一回やるだけでいい。しつこい。え？どういうわけか、私はここに来た。シャトルコックが来る。今はゼマで。スポーツの世界では運も実力のうち、運は誰の手にも負えないもの。しかしながら、どんな困難があっても諦めずに、努力し続ける人は、せっかくの幸運を生かすために、